ルフィさんの旅立ちにサボさんとエースさんが影響を与えていたんですね。素敵、果てしなき冒険への旅立ちで、死んだと思っていたお兄さんのサボは今や革命軍のナンバー2。その革命軍のボスはルフィのお父さんのドラゴン。もう一人の兄貴ポートガス・ディ・エースは元白ひげ海賊団の2番隊隊長で海賊王ゴールディ・ロジャー息子か。お前らどんな家族だよ、濃すぎんだろ。義理の兄貴が自分の父ちゃんと一緒にいるのって変な感じじゃねえのか。わかんね、父ちゃんとは一度も会ったことねえし。でも俺がどこにいてもサボとはつながってる気がするんだ。